ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日はプロレスパンフレットの歴史について触れてまいります。プロレス観戦とパンフレットは切っても切れない関係です。最初に紹介するのが昭和26年日本で最初の外人レスラーのみによるプロレス興行のパンフレットです。英文と日本文で構成されており、値段も10セントか40円となっています。次に紹介するのが力道山木村正彦組対シャープ兄弟の一戦が行われた試合のパンフレットです。3番目の紹介が昭和29年12月蔵前国技館で行われた力道山対木村正彦戦のパンフレットです。4番目に紹介するのが昭和30年日本プロレスが開催したアジア選手権のパンフレットです。次に紹介するのが日本で最初に行われた NWA 世界ヘビー級選手権試合ルーテイズ対力道山のパンフレットです。そしてこちらのパンフレットが新日本プロレス旗揚げシリーズのパンフレットです。そして最後に紹介するのが全日本プロレス旗揚げシリーズのパンフレットです。今のパンフレットと比較すると、やはり昔のパンフレットには威厳と風格がありました。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本日はプロレスパンフレットの歴史について触れてまいりました。